動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。このチャンネルではだいぶ顔になりつつあるんじゃないかと思うぐらい何度も足運んでますが、現在地、会津田島駅です。3月に足を運んだ時には辺り一面真っ白だったんですが、現在はご覧のように春の境の暖かな陽気に包まれています。それで、この旅動画で皆さんにお見せしたいのは、会津鉄道の観光列車、その名も小里路展望列車というんですけれども、毎年春から秋にかけて週末と祝日限定で3種類の車両が運行しているそうです。運行している区間はここ会津田島駅から会津若松駅まで、それから南会津町は酒どころとしても有名ですから、南会津の地酒とともにこの小里路展望列車の乗車予約方法や列車の旅に欠かせないお弁当の情報、さらに何といっても素晴らしい会津線の景色をこの旅動画を通して心から楽しんでいただけるようなコンテンツにしていきますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは今回の旅を始めましょう。というわけで、朝から申し訳ないんですけど、南会津の地酒を飲みながら会津鉄道さんのお座敷展望列車についてなるべく簡単に説明させていただきたいと思います。じゃあちょっと一杯いただきます。そのお話をする前に、ここは一体どこなのということなんですが、ここは会津田島駅の内と外にある立ち飲みどころちびっとさんと言います。ここに画像が出てると思うんですけれども、駅の中に地酒が買える自動販売機があるんで、先にそれをご覧いただきたいと思います。どうだったでしょう。まあそんな感じで飲めるというわけですね。うん。ちなみにこれは黒鍵酒造さんが作っておられる黒鍵という蔵元の名前にもなっているお酒です。ではそろそろ本題に入りたいと思うんですけれども、この会津鉄道さんの小里路展望列車、またの名を会津ロマン号と言いまして、風、花、星、この3つあるんですけれども、小里路展望列車に乗るためにはこの座席指定券が必要なんです。さて、その肝心の予約方法なんですが、今年2022年から予約のためのウェブサイトが登場しまして、ここにパンフレットを持ってきたんですけれども、まずこの QR コードでもいいですし、会津鉄道のホームページを検索して、メールアドレスの登録からしていただくということです。メールアドレスの登録すると、仮登録という形で、本登録のページに進みます。で、本登録をして、実際に乗車利用したい日程、そして希望の座席も指定して、そうしますと、予約完了のメールが届いて座席の予約ができるというわけです。ちなみにもうパッと映ってしまいましたが、座席指定券大人1枚400円になってます。座席指定券も必要なんですが、もちろん通常の乗車券も必要になりますが、例えば僕のように関東の方から来る人、ローがあります。会津地方に東武鉄道を利用していらっしゃる方、ゆったり会津東武フリーパス使います。追加料金なしでゆったり会津東武フリーパスを乗車券として小里路展望列車会津ロマン号乗車することが可能です。それからですね、小里路展望列車は12席
席の展望席と32席のお座敷席、そして52席のトロッコ席から成り立っています。僕が選んだのは確か展望席だった気がします。あとはまだお弁当が届いていないんですけれども、こちらの方は列車の到着、そして乗車後に改めてご紹介をさせていただければなと思います。あとはこの小田トロ展望列車にはもう一つ魅力がありまして、列車の車内で車内販売もありますし、それから会津線といえばやっぱり沿線の魅力的な景観が最大の醍醐味なんじゃないかなと思います。3つのビュースポット、ここで列車が止まってゆっくり景色を楽しんだり、写真撮影も楽しむことができますし、そしてトンネルの内部でまるで映画館のような演出が行われるそうです。それで今回僕が乗車するこの小田トロ展望列車、会津ロマン風号なんですが、11時55分に出発します。どんな楽しい体験ができるのか、僕も初めて利用するので出発の時刻楽しみにしながら、このお酒飲みながらゆっくり待ちたいなと思います。あー、美味しい。今僕は会津田島駅の2番ホームにいます。会津鉄道の小田トロ展望列車会津ロマン風号は2番ホームに現れるということです。ちなみに通常は何もないホームに立ち入ることはご遠慮くださいと駅員の方から言われています。にもかかわらず今回こうやってホームに立ち入らせていただいたのかというと、事前に会津鉄道会津田島駅の駅員さんに了解を得てこうして撮影をさせていただいてます。ちなみにこのホームに小田トロ展望列車会津ロマン風号が現れるまで約15、6分程度あります。なるべくご迷惑をおかけしないように、なおかつ皆さんに楽しんでいただけるように、この小田トロ展望列車の旅を頑張って撮影していきたいと思います。ようやく対面できました。これが会津鉄道が誇る観光列車、小田トロ列車会津ロマン号です。今会津若松から来たばっかりなんですけれども、今度は会津田島駅から会津若松へ向かう列車になります。せっかくなのでちょっと見ていきましょう。ここに小田トロって書いてあります。2両編成で、こちらがトロッコ車両になってます。会津若松に向かうときはこちらが後方車両になると思います。これ確かパンフレットにありましたね。ポストがあります。こちらには売店があります。アテンダントさんがつくんでしょうか。乗ってみないとわからないんですけど、で次の車両行きましょう。次の車両こんな風になってまして、次の車両はお座敷と、それからこちら側から展望車両になってます。座席忘れてしまったので、一体どこにあるのかわからないんですけど、とにかく楽しんでいきたいと思います。それでは小田トロ展望列車に乗車したいと思います。会津若松駅です。この列車は、ただいま南会津町
今アテンダントさんから乗車証明書をいただきました。花泉市場さんの花泉いただきます。まもなく通過いたします。養蚕公園より徒歩20分のところに豊かな自然に囲まれたニジマスの養殖場養蚕公園がございます。ニジマス釣り、バーベキュー、ゴーカートなどもございまして、ご家族で楽しんでいただけます。またここから車で15分ほどにあります観音沼森林公園は標高1640メートルの観音山のふもとにございます。いただきます。軽い口当たりでスッと入ってきます。じゃあお弁当を食べます。大野さんのお弁当をいただきます。味噌カツ、うまい。レモンのこんにゃく、松茸ですよ。松茸ご飯、美味しい。綺麗な景色とともにお弁当と南会津の地酒を楽しむ素晴らしい贅沢。ご乗車ありがとうございました。まもなく会津下郷、会津下郷です。というわけでレストラン坊野さんの里山弁当を完食しました。遠野へつり駅に到着しました。2ヶ月分に来ちゃいました。あの時はドカ雪でしたね。こちらからはご覧いただけませんが、この
からご提出し、設置記念物の手すりがございます。こちらも2ヶ月ぶりですね。湯の神温泉に到着しました。湯の神温泉です。のれ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 。あぶねえ。
の好きな区間にやってきました。本当にここの景色が好きです。好きだけど会津に来るのは遠くないかなと思います。ここは門田駅です。列車は時間調整のために来たと思いました。本来ここは停車駅ではありませんので、ドアは開いておりません。鉄道好きの男の子とこの旅の中でだけでしたけど仲良くなって、いよいよ次は七日町会津若松と、本当にあっという間の1時間半が過ぎようとしてます。どうか最後まで、拙い内容かもしれないんですけど、楽しんでいただければなと思います。会津若松駅到着しました。そして後ろにはクロマンカテ号が止まってます。あっという間の1時間半、本当に楽しかったです。そんなわけで今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。拙い部分もあったかもしれませんが、これから会津ロマン号へ乗車する時のちょっとしたお役に立てれば本当に僕も嬉しいです。そして当チャンネルで今まで取り上げてきました観光列車の旅、1本の再生リストにまとめましたので、よかったらそちらご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。からちょっとおまけ、何たる偶然でしょうか。半年ぶりに再会しました。 SL 磐越物語 C57 貴婦人に出会いました。感動、会津ロマン風号が運んできてくれた奇跡です。